受ュュンの襲来は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第12シリーズ第5話。脚本は、ビネー・パテルとクリス・チブナル、監督は、ニダ・マンズールが担当し、2020年1月26日に BBC1 で初放送された。視聴者数は557万人で、批評家からは主に肯定的なレビューを受けた。 マスターの行方を追っていた13代目ドクターは、ジュドゥーンがグロスタシャーで執行フィールドを展開して、逃亡犯の捜索を開始していることに気づく。民間人に莫大な死傷者が出うる状況を目にし、ドクターは、ジュドゥーンが刑を執行する前に調査を始め、寝室に地球外由来の物体があった、ツアーガイドの女性ルース・クレイトンと協力して、状況の打開を試みる。 一方で、ドクターのコンパニオンたちは執行フィールドの影響で、次々に、ジャック・ハークネスの下へ転送される。撮影が行われた、西薄く東大ジュドゥーンの包囲網を脱出した、ドクターとルースは、ルースが暮らしていた東大へ向かう。東大の近くの地面からターディスが出土したこと、さらに、カメレオンアーチを開いてルースが、タイムロードの記憶を取り戻したことで、ルースとドクターは、 同一人物であることが明らかになる。ドクターにはルースの記憶がなかったが、ルースの知るガリフレイはタイムウォーやマスターによる滅亡を経ておらず、ルースはドクターの知らない過去の姿であることが示唆される。一方でジャックは誤って呼び出したクレアム・オブライエンたちを地球へ戻すと同時にドクターへの伝言を依頼する。それは孤高のサイバーマンの望みを叶えるなというものであった。 ジュドゥンの襲来は第11シリーズパンジャブの悪魔を執筆したビネーパテルとエグゼクティブプロデューサーのクリス・チブナルが脚本を担当した。ジュドゥンの襲来にはドクターの知らない過去の姿であるルース役でジョー・マーティンが出演しジャック・ハークネス役のジョン・バローマンも10年ぶりに復帰した。ジョー・マーティンが演じたルース・クレイトンは後に ドクターの未知の過去の姿であることが明かされた。マーティンは2005年以降の新ドクター役俳優と同様にドクター役として導入される形でクレジットされた。ネイル・スタークはジュドゥーン役で出演した。他のゲスト出演者は2020年1月上旬にドクトルフーマガジン第547号で報じられた。本作ではジャック・ハークネス役のジョン・バローマンも ジの割パート2から10年ぶりに再出演した。バローマンは過去にもドクターの戦争にてジャック役で再出演する構想があったものの当時制作中であった秘密情報部トーチウッド第4シリーズの撮影があったため出演できずにいた。彼の出演は放送まで伏せられていた。なお、ジュドゥーンとジャックの制作者として2005年から2010年までエグゼクティブプロデューサーと 筆頭脚本家を担当していたラッセル・ティー・デイビスの名前もクレジットされた。前は、ニコラ・テスラと恐怖の夜と本作は共に、第3制作ブロックを構成しており、ニダ・マンズールが監督した。グロスタシャーでの撮影は2019年5月22日と23日に行われた。グロスタシャーでは、以前にももう一人のドクターの撮影が行われていた。 ジャック・ハークネスの宇宙船の内装のシーンは、ブリストルのクリフトン大聖堂で撮影された。第12シリーズで、スミスとジョーンズ以降初めて、ジュドゥーンが中心に扱われるエピソードがあること、そしてそのエピソードでグロスタシャーが舞台になることは、2019年5月21日に BBC が発表した。同年12月10日には、ロンドンビクトリア駅に3体のジュドゥーンが姿を、 表して、駅の内外を更新し、第12シリーズを宣伝するイベントがあった。当日は、写真撮影に応じたり子供と戯れたりするジュドゥーンの姿が確認された。ジュドゥーンの襲来は、イギリスでは2020年1月26日に放送された。デイリーテレグラフによると、本作の内容の漏洩の可能性を極限まで小さくしたかった BBC は、 放送数時間前まで本作のプレスプレビューを差し控えていた。日本では2020年7月22日に、フールにて字幕版、吹き替え版ともに配信が開始された。従順の襲来のリアルタイム視聴者数は421万人で、その日、イギリスで放送された番組の中では6番目に多く視聴された。オーディエンスアプリシエーションインデックスは83であった。 タイムシフト視聴者を加えた合計視聴者数は537万人に達した。ありがとうございます。